プロデューサー、話があります。大事なお話が。もうからかわないでください。そこへ連れてきたのはプロデューサーなのに、話しておかなければならないことがあるんです。話さないのは今の自分にふさわしくないと思うから。聞いてほしいのは私の過去の話です。ずっと昔の話と少し前の話。はい、決して恵まれた環境で過ごしてきたわけではありませんでした。そんな私にとって歌の世界だけは特別なものだったんです。そうですね、目標といっても無理やり見出した目標だったのかもしれません。それを目指している間は全てを忘れられたから。今は違います。歌は大切、それは変わりません。でもそれが全てじゃない。もう歌の他にも大切なものがありますから。仲間やそれ以外にもたくさん。スタートライン？トップアイドルになったのにですか？そうですね、そうかもしれません。ありがとうございます、プロデューサー。あなたに会う前の私は先のない野鳥でした。あのままむさぼるように歌ってもきっと 2,3 年で力尽きていたと思います。はい、本当の空がしっかりと見えていると思います。空のありかを教えてくれた人がいたから。幸せにすると私いつかアイドルをやめてしまうかもしれませんよ。今なら歌わない自分にも少し自信があるんです。それでも笑って暮らせるような。え、本当に？言う人知りません。ありがとうございます、プロデューサー。ありがとう、私をこの世界の中から見つけてくれて。